こんにちは。今日はトイレの手すりとランドリーラックの木の部分を白くリメイクしていきたいと思います。トイレのリメイクは前の家でもやったんですけど、その時と同じシートで同じ方法です。剥がした時にベタベタしませんかとご質問いただいていましたが、退去する時に確認したら全くそんなことはなかったです。素材にもよると思うので、そこは確認して自己責任でやってほしいんですけど、このシートはプラスチック、ガラス、ステンレスなど表面が平らでツルツルしているものに貼ることができます。このシートはすごく使いやすくてシールになっているんですけど、貼り直しも可能で、シートの裏はカットがしやすいようにメモリがついています。はい、まず白くしたいのはこの手すりと台の部分です。独特の形をしているんですけど、これは積水ハウスがこだわって設計しているみたいです。はい、完成しました。最初の木のぬくもりも良かったんですけど、私はなんとなく気になっていたのでこれで満足です。飽きたら簡単に剥がすこともできますし、シートの種類もたくさんあるので、いろいろと楽しめるのがカッティングシートの良さだと思います。私が使用した商品は楽天ルームに載せておきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。